M113 装甲兵員輸送車。M113 装甲兵員輸送車は、アメリカ合衆国で開発された装甲兵員輸送車である。離体を装備し、不整地、荒れ地の走破能力が高くなっている。整地では高速走行も可能である。また、限定的ではあるものの、沼や小川などでの不行能力を備えている。M113 には、 多数の改造型、派生型が存在し、様々な戦闘や援護作戦に使用される。すべての派生型を含めると、約8万両以上が製造され、世界中で最も幅広く使用された、装甲兵員走者の一つとなった。M113 は、M44 を講師として、M59 と M75 を設計の基礎とし、 フォードとカイザーアルミニウムケミカルにより1950年代後半から設計が開始され、1960年に採用された。製造の主契約者はカリフォルニア州3のゼノとなり、イタリアのオートメララ社他各社の特許ライセンスを用いている。その後、M113 の主契約はと結ばれたが、買収された現在はベイシステムズランド アーマメンツが製造している。特に、ベトナム戦争で多用され、メディアにも多く登場して有名となった。湾岸戦争やイラク戦争でも活躍している。M113 は、アメリカ軍で最初の戦場のタクシーバトルタクシーの概念のもと、機械化されつつあった戦場に兵員を輸送する、近代的な装甲車として設計された。2名、社長と操縦士で運用でき、 加えて11名の兵員を輸送することができる。後部には大型の昇降ランプが設けられ、兵員の迅速な降車展開を可能にしている。主兵装はシンプルで車長用キューポラに搭載された1丁の 12.7mm 重機関銃、M2 のみである。副兵装は作戦に応じて柔軟に決定される。M113 の車体は、 鉄鋼を使用した時と同じ程度の強度を持つ、航空グレードのアルミニウム、12から3 8ト、mm、ル厚、A5083 を使用して製造されており、13トン以下という、大幅な軽量化に寄与してい。これにより、空中投下や、水上起業も可能である。ただし、このアルミニウム合金装甲は、RPG-7 やナス8などの対、戦車兵器、 地雷に対する脆弱性が明らかになっており、増加走行などの対策が取られている場合が多い。当初はガソリンエンジン搭載であったが、a 1モデルからはデトロイトディーゼルにストローク V 型6、気筒ディーゼルエンジンを使用している。同エンジンはすでに GM 社の民生車両用に74万台の生産実績があり、M113 の高信頼性と低コストに貢献している。 燃料タンクは車内後部左側にあり、A2、A3 型は後部ランプ左右に外部燃料タンクを装備している。M113 の後続距離は 480km、整地での最大速度は時速 64km、トーションバーサスペンションで、ロードホイールは五輪となっている。離体は中央にゴムパッドのついたタイプになっており、また、 ドイツ陸軍では独自の形状の履帯を使用している。M113 はアルミニウム走行を有しており、その能力は外して合理的かつ効果的で、増加装甲型半ーよりも良好に防御できる。この信頼性の高い軽量装甲は、後に実戦を経るに従い、増加装甲が施されている。例えば、爆発反応装甲、増加層甲板。 RPG-7 対策のカゴ型装甲など。また、ベトナム戦争や中東戦争で効果を発揮した据え付機関銃への装甲板取り付けなどは、現地改造を連想させる。このほか、バンド仕切りは高頻度のメンテナンスを要求するため、カナダ軍など多くの軍隊では、道路にダメージを与えるにもかかわらず、構成の利体を使用している。 ベトナム戦争中は地雷による被害が多く、車内床面に土のを積むなどの対策が取られた。また、兵士たちは、車内で地雷の被害に遭うよりは、外部から攻撃の恐れはあるものの、地雷の爆発からは、距離が稼げる、車体上に乗って身を晒す方を選んだ。また、他のケースでは、操縦士は、高い位置に座って延長したハンドルで操縦し、兵士たちはほとんど車外に出ていた。 多くの M113 が現役で稼働しており、アップグレード回収を受けている。M2 ブラッドレイ不評戦闘車など、近代の戦闘装甲車は高価であり、輸送できる兵員の数も6から8名程度と少ない。また、その重量のために C-130 輸送機での空輸が困難であり、戦場から基地へ帰還するのは M2 よりも M113 の方が早い場合もある。 ソ連から独立したウクライナでは、西側製の兵器の近代化改修案もいくつか提示している。M113 については、ウクライナ国内で開発した武装モジュール、ZTM-1 を搭載する改修案が作されている。これは、自動制御の 30mm 機関砲システムで、国産の装甲車 MTLB や BTR-4 などへの搭載が、 検討されているものと同一である。このほか、防御システムとして T-80 や T-90 などにも搭載されている、ュトーラが装備される。また、動力系も刷新されることになっており、ウクライナ製の新しいディーゼルエンジン搭載される。回収作業の窓口は、大々モもろ増記念、春ウ機械製造設計局で受け持っている。イスラエル国防軍は、 約6000両の M113 シリーズを保有するアメリカに次ぐ大量使用国である。イスラエル軍における M113 シリーズの正式な愛称はバーデラズ、ヘブライ語でチーターイであるバーデラズなどと表記されることもプラモデルの商品名などに使用されていたゼルダ、ゼルダという愛称も有名で導入初期に使用されていたようであるがイスラエル軍内部では 現在この名前はほとんど使用されていないようである。また、M113 シリーズの核、タイプごとに相性が付けられており、通常型では、ナマッシュという名称が広く使われていることから、M113 シリーズ全体の相性を、ナマッシュと記述する資料もある。ナマッシュとは、ヘブライ語で、アーマードパーソネルキャリアを意味する、ノース・ガイサート・ムショ・イリアンの頭文字をつなげた、アクロニムである。 イスラエル軍の M113 シリーズ全体に共通する特徴としては、エンジン排気管が車体右側面の下方向に延長されていること、車体周囲にラックや造具箱が増設されていること、サイドスカート、浮き荒用設備などは取り外されていることなどが挙げられる。2014年のプロテクティブエッジ作戦では、 コラニ旅団の M113 が攻撃を受け7名の兵士が死亡し、これを受けてイスラエルでは国防軍内で使用の続けられている113の代替として、オフェク重装甲兵員輸送車や A ン、送輪式装甲兵員輸送車の開発を進めている。M113 からの多数の改造型が存在し、また実戦に投入されない。 試験用途やプロトタイプの車両も多数存在する。また、低価格であることから、民間の兵器メーカーが、新型火器システムの手とあるいは、デモンストレーション用車両として使用することも多い。ベトナム戦争中は、m 5 4ゴトントラックの荷台に走行装置を取り外した M113 の車体が乗せられ、即席のガントラックとなったことがある。ただし、 通常のトラックに二重後半の走行を施したタイプと異なり RPG に対する防御では不満が出たとされる。1970年代のレバノン内戦では APC タイプの M113 の車体上に図マイナス23から2あるいは GP-4 などのソ連製対空機関砲を砲画ごと搭載した現地回収車両が使用された。またリビアでは M113 の車体上にソ連製の D-30-122mm 榴弾砲を搭載した車両を製作していたようである。2011年のリビア内戦では M577 の車体上に BMP-1 走行車の砲塔を乗せた車が撮影されている。YM113 シリーズを計2650両、発展型の e f シリーズを1200両、 程度運用している。1990年代後半に、これらの後継者種として、アイフフを開発したが、量産配備はおそらくなされていない模様である。ウォーサンダー、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。